はようございます。総合 TV のお時間です。今日の動画なんですけど、皆さん、初心者向けの動画になります。で、これ、めちゃくちゃ重要だと思います。なぜかというと、僕とかね、かなちゃんもなんですけど、コンビニ行くとき、絶対スクスクスクして行くんですよ。だよね、かなちゃん。行く。で、郵便局でスクーター発送するときも、スクーター。はい、もう僕の人生スクーター、OK ですか？スクーターの神様って呼んでください。コメント欄にね、スクーターの神様って残してください。お願いします。はい、ということで、今日の動画、僕とね、かなちゃんが、すく、変顔やめてください、お願いします。かなちゃんね、たまに面白いことをしてるんですよ、映してるとき。はい、ということで、スクーター乗ってる最中ね、段差とか、ね、あったりするとき、かなちゃん、僕はもう、ぴょんっていうね、ぴょんっていうふうに飛んでるんですよ。でも、かなちゃん見てると、いくよ。はい、乗ってますと、乗ってますと。映ってる、スクーター。乗ってますと。一回歩いて、ね、一回歩いて自分の足でこうやってやってるんですよ。なので僕はね、今日皆さんの、はい、意義あり、意義あり、どういう意味ですか？降りるときはかなり結構スムーズだよ。いや、でもやっぱうん、違う、やり方があるんですよ。そのね、綺麗にジャンプして飛び乗ってもう何もなかったかのように去っていくっていう、わかります？だから見てる人からしたら、あ、神がいるっていう風な、ね、まあ、少し、小技っていうのかな的な感じ。小技っていう小技、小技で通じると思うけどそう、ものすごい技じゃないんですけど、小技っていうのかな、もうピョンっていう、もうスムーズに何もなかったかのようにを皆さんに教えていきたいと思います。今日もね、最後までこの、いや、なんかかなちゃん本気出してないですか？いやー、ありがたい。なんか僕がやってもさ、なんて言うんだろう、自分で教えて自分でやるより教えたのをかなちゃんにやってもらおうかなと思って、なんかそっちの方がさ、見てる人からして、あ、かなちゃんでもできるなら僕も私も、いやいや、かな基準にしないでよ。あ、かっこいいでしょこれ。な、何？これどれ？かっこいいでしょ。 JP フリー、うん、ありがとう。皆さんついてきてください。で、あい、危ねえ。ね、こうやってスクーター乗ってる時あるじゃないですか。コンビニがだいたい向こうにあるとしますよ。見て、こういう段差。今日かなちゃんの場合。そんなことない。ベー。はい。ってことで、かっこよくね、小技で、え、何があったんだっていう風にする方法いきますよ。もう自然に。はい。こんだけで全然違うと思う。燃えたいや、ちょっと上げた。いや、いや、もちろんジャンプしないと、見て、ジャンプしないとダメですよ、じゃないと見て。まあ、でもいけることはいけるんです ね、後ろ、前タイヤ上げるだけで。もう一回いきます。いけるんだ、初めて知りました。でも多分ね、今ので前に体重とか、体重がね、違うところにかかってたらフロントフリップすると思います、普通に。で、何もしなかった場合こうなります。いきます。何もしません。もちろんそうなりますよね。なのでやっぱり小技みたいにピョンっていく感じが、一番いいのかなと思います。で、ただね、で、もうちょっと上手くなったらこういうね、わざとねとか、まあそれはね、自分の好みで。まあ僕ね、結構スクーター広めたい広めたいっていうあのアイディア持ってるんで、誰かいてこういう段差とかあると、もうわざとね、ダブルテールループやっていったり、ブライフリップやっていったりってこともたまにしてます。でもあれだよ、周りにちゃんと、あ、そう、周りに本当に人がいないか車いないかを確認してから、もちろんやってます。はい、ってことで、とりあえずならやり方を教えていきたいと思います。まずはこれをやる前にね、やらなきゃいけないことがあります。例えばなんですけど、自分のスマートフォンあるじゃないですか、床に置きます。はい、で、あの冗談ですよ、でもスマートフォンじゃなくて違うものでやりましょう。で、こういうね、まあ、例えば大事なものを置くことによって絶対に飛ばないとダメじゃないですか。なのでもう気合を入れてね、はい、スピードつけて、これが段差だと思って、よし、スマートフォン絶対飛ぶぞっていう風に、まずは練習で、これをね、100回ぐらいやりましょう。はい、で、慣れてきたらね、もう一回やるんですけど、慣れてきたらこんな風にいけると思います。で、ここで重要なのがですね、これの、この場合って、
高さよりも奥に飛べないとダメじゃないですか。なぜかというとここにいる時点でね、こっちまで飛ばないとダメなんですよ。ってことはだいたい15センチ20センチは飛べないとこういう段差とかもね飛べないので、でコツなんですけど、スピードがあればあるほど簡単です。 OK ですか？もう一回言います。スピードがあればあるほど簡単です。でも疲れちゃうじゃない、間違えた。でもタイミングを伸ばすかもしれないので、しっかりタイミングをつかみながら行きます。はい、もう一回行きよう、かねちゃん。はい、タイミングつかみます。タイミングを覚えます。スピードつけて、せーの。ってやるだけで絶対できますね。スピードない場合、こうなっちゃうよってことを見せます。いきますよ。はい、スピードあんまりありませんと。で、飛びますと。やっぱり、こうなっちゃいますよね。ってことはスピードないと、スピードあったらどうにかなります。このようにスピードついてて引っかかったとしても、さっきみたいに、わかります？引っかかったとしてもスピードついてれば、そのね、モーメンテム、なんて言うんだろう、日本語でモーメンテムって、モーメンテム、後押しみたいな、後押しみたいな、スピードがこう後を押してくれるみたいな。あ、それそれ、うん、引っかかっちゃうけど、あればそうそう、それそれ、うん、なんとかなるっていうことです。はい、そうなら、せっかくなんで僕今全部教えたじゃないですか、かなちゃんにやってもらいたいと思います。で、僕の iPhone 置くのは怖いんで、 iPhone のケース置いて、それをかなちゃんに飛んでもらいたいと思います。レッツー。サンダルちょうだい。はい、ってことで僕のサンダルをね、やっぱね、あの iPhone とかのケースとか置いてる、ちょっとかなちゃんだと一応ね、まああのディセンテルとかじゃないですけど怖いんで、やっぱかな自身もやだ。だよね。よし、なサンダル置いて、でコツ、コツを言いながら教えてくね。なんかこの出っ張ってんのやだ。いや、それがあのいいの、段差だと思える。で、重要なのがさっき言ったようにスピードで、溜めるタイミングも重要。いきます、どうぞ。すいません、すいません、クロックスのとこ通ってないんですけど。で、すいません、クロックスジャンプしてない。もういちいち映さないで。いや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 。もうそんなにカナのこと好きなの？大好きです。わー、キモい。総合 TV の視聴者みんな大好きです、カナちゃんのこと。実は実は大好き。スリップないよ。ちょっとあの線飛んでみるわ。オッケー。あ、そうだね、線とか飛ぶ絶対飛ぶ。、まあ、とりあえず僕の、クロックスまた置きます。なら、ここで行こう、ここに。なんや、ね、絶対動画は来ます。はい、さて、夏浦さん、怖っ。あれね、すいません、気合、かなちゃんやる気ないんですよ。スクーターに関しては本気でやる気なし、やる気ゼロです。皆さん、どう思います？絶対いける、絶対いける。まあ、とりあえず、はい、いきますよ。ここの、例えばね、まあ、段差で例えると、段差の前にもう溜めてる、 OK で、当たる寸前にジャンプ、そうしたら絶対にできます。で、先ほど言ったようにスピードをあのややつける。いきます。ダメ、いける、絶対いける。 OK、 おで、前に飛ぶ、じゃあこっちの方が危ないよ。しっかり飛んじゃった方が危なくない。そう、スクーターって実は逃げようとするともっと危ない、もう着地しちゃった方が安全っていう面もあるんで、まあそれはね、皆さん覚えていただけるといいと思います。はい、
はい、ということでね、今マスクつけてたおばちゃんに、なんでマスクつけてないんだ、外におるなって言われて、まあとりあえずちょっと中入ろっかな。はい、そんな感じそんな感じですね。いや、すごい、まあみんなね、結構コロナに警戒してる感じがあるんで、いや、ほっとしました、逆にね。まあとりあえず、うん、僕もなら、もうカナちゃんもなんか逃げたんですぐ、なら僕も中に入ろっかな。はい、いや、本当はね、僕の理想はカナちゃんに一発でこれを飛んでもらって、でこっちを教えるっていうのが理想でした。まあでもね、それは人のスキルによって、皆さんごめんなさい、いや全然大丈夫、まあ、その人のスキルによって、まあできるできないもあると思うんで、はい、とりあえず、まあ、僕も中に入りたいと思います。よいしょ。はい、ということで、なんて言うんだろう、皆さんぜひぜひこれをね、まあ、僕がさっき教えたテクニックを使ってぜひやってみてください。最後までね、この動画を見ていただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしく。